今回のムーキーの部屋で少しだけ大谷さんの話題が出て、内容は野球選手でバンドをやるなら誰とやりたいか、俺はバックですと低音で歌う。いや低音は出せないし高音も出ないからミドル。残りはメンバーを見つけて、翔平ね、彼がいると素敵に見えるはずだ。彼は髪の毛もあるし、すべてを持っている。彼は日本全体を持っている。日本人はすべてのコンサートに来るはずだと話した。このバンド見てみたい。この話題この対談の取り合ったな。最後の話題がこれって面白すぎて。今気づいて電車の中でにやけてしまった。ムーキーまさかの髪の毛羨ましがってる説。髪もあるして話している時のムーキーの身振り手振りもちょっと可愛かった。ムーキー、大谷の髪の毛羨ましいのかな。俺も羨ましい。なんて面白い会話や。思わず笑ってしまった。彼には髪があるって、どんな選定基準やねん。この人選絶対二人はネタにしてるだろ。髪の毛もあるし全て持っているというところが草。全て持っているで通じるのにあえて髪の毛があるというところが、大谷が出てるのはもちろん嬉しいし個人的には自販にも触れてくれてて大歓喜した。彼は髪の毛もあるし、王子の回も出てきたけど、ベッツは自分の髪の毛ネタを意外に気に入ってるのか？ベッツが髪の毛のことを気にしてたとは、なんか面白いなこれ。このネタじわじわ来る笑い。ベッツがこのネタしたらあかんやろ、もはや持ちネタになってるやん。自虐ネタをしっかりできるベッツ、さすが陽キャラやな。今度は大谷の前で髪の毛ネタをやってほしい。ベッツがここまで髪の毛のことを気にしてるとは知らんかった。このネタ流行りそうやな。そのうち大谷のインタビューの時にベッツが大谷の髪の毛を羨ましがってるけどどう思うって聞かれそう。このバンドがもしできたら確かに日本人は全部行くやろうな。新鮮が髪の毛ってどんな基準やねん。今日もベッツのギャグが冴えてるなぁ。ほんまに自虐ネタおもろいわ。ベッツのこういうところいいよなぁ。これをリアルタイムで聞いてたらマジで吹いてたと思うわ。